なんじゃあの城は。あからさまに怪しいな。入ってみればいいじゃない。大胆だなアリーナは。でもそれが一番確実だ。知らないか。フェリオ様のお姿は見てませんが、この奥にまだ部屋があるみたいです。よし行こう。Thank you.
やめて。はっ。Noria!
ぞ。この先にエリオ様が捕まっているかもしれません。その前にこいつを倒さなくちゃならないわけだ。もう大丈夫よ。はい、ありがとうございます。どうしてこんなところにいるんだい。そんなことよりエリオは、司教様ならこの先にいました。そこだ。扉が開かない。それならこのくぼみに鍵が。どうしてそんなこと。見張りがやってるのを見てましたから。しかしまるで私たちを誘い込むために作られたような場所ですね。この先にフェリオがいるなら罠でもいい。
しっかりしろ。何？閉じ込められたわ。あ、どうしたのアリーナ。その子に器の鍵を取られちゃった。冥道の器ですの。もうアリーナとまたば何と言えば。ごめんなさいね。誰だお前は。私はエレノア、ダークプリンセスなんて呼んでくれる人もいるわ。ダークプリンセス。どうしても冥道の器が必要だってお母様が言うから大芝居打っちゃったのよ。そっちの頭のいい人にバレそうだったからドキドキしたけどね。気づかなくて残念ですよ。あなたが女王の娘だったとはね。器を返せ。嫌と言うなら力ずくでも返してもらう。だめ、器もあなたのいい人も返してあげない。アーク！フェリオ！何？残念ね。あなたが見てるのは私の影、それにその司教ちゃんもね。だからいくら切っても無駄よ。なんと、そんな高度な魔法まで使えるのか。そう、それにこんなこともできるのよ。久々だな、アーク。やっとここまで来てくれたの。前は。あとは任せたわ。そうそう、アークさん。この黒騎士も影だから、倒しても本体は傷つかないのよ。でも、こっちからの攻撃は本物よ。頑張ってね、アーク。消えた。どっちを見ている。相手は私だぞ、アーク。この声、まさか。ディノ、ポケットするな。黒騎士が来るぞ。はい。
あれで影なのか。本体はもっと強いんでしょうかの。だったらもっと鍛えねばな。ごめんなさい、私がもっとしっかりしていれば盗まれたりなんか。過ぎたことは仕方がない。しかしこうなったからには最後の鍵を一刻も早く取りに行かねばならんな。最後の鍵。そう、4つの鍵のうちで最も重要な鍵、ドワーフ族に預けられたフェルサリアの剣だ。聖なる剣、伝説の聖剣ですね。そうだ。そしてその剣を扱えるのはお前しかいない。僕が？どうして？時が来たら教えよう。